これはいつのドッキリだ。笑顔がトレードマークの2人のドッキリ対談だってさ。渋子も喜んでいるだろうに、また対談してほしいね。それはスコットランドで活躍した後のお楽しみだね。しかし北口は普段チェコだよ。首都プラハから2時間半だよ。北口榛花はオリンピック前は11連勝だったんだね。67メートルも2回投げてる。勝つべくして勝ったんだね。今年は渋野がチェコまで行ってドッキリを仕掛ける番だね。そして祝福しなくちゃだね。私も一緒に行きたいな。